はい、プレボールどうも野球人です。中日ドラゴンズ石川昂弥、3月24日からの2軍阪神戦でついに復帰。順調にいけば1軍復帰はいつ頃にということでございまして、はい、中日の石川昂弥選手、手術をして現在リハビリ中ではあるんですけど、まあいよいよ実戦復帰の時期っていうところがですね、明確に決まってまいりました。3月の後半ですね、阪神の2軍戦でまずは復帰するんじゃないかというところですね。で、まあ後半にはね、順調にいけば1軍復帰はいつ頃になるのかっていうところも含めて見ていきたいと思いますので、まずは記事からチェックしていきましょう。はい、中日石川昂弥が3月阪神戦で復帰。昨年7月に左膝前十字靭帯の再建術を受けた中日石川昂弥内野手の復帰戦が、体の状態や気温を含めた天候が順調なら24日からのウエスタンリーグ阪神3連戦となるプランが浮上。また昨年11月に右肘と左膝のクリーニング手術を受けた石橋康太捕手も同3連戦での復帰が濃厚となった。元気な石川昂弥がグラウンドに戻ってくる。すでに全体練習にも参加。最終関門だった左右の動きも問題なし、実戦復帰への課題はほぼクリア。このまま順調に進めば24日からの阪神3連戦が復帰戦の有力候補となりそうだ。想像以上に長い道のりだった。ことの始めは昨年5月27日のオリックス戦、一塁へ駆け込む際にあいつを交錯し左膝を負傷。同31日に左膝前十字靭帯不全損傷と診断され、手術に踏み切った。約8ヶ月に及ぶ地道なリハビリを経て、ようやく実戦への道筋が浮かび上がった。さらに石橋も同時期に復帰する見込み。読谷キャンプではブルペンでの補給を再開するローイングにも不安なく、打撃練習も行っているというところでございます。はい、ということで、まあいよいよね、石川選手が戻ってくるというところでございます。まだもうちょっと先ではあるんですけど、3月の24日から阪神3連戦、まあ2軍ウエスタンリーグはもう開幕している時期というところでございますので、そこでね、いよいよ実戦復帰というところになっております。まあこうね、非常にリハビリの経過っていうのも順調だよというね、お話も入ってきておりましたが、まあいよいよこう実戦に向けてね、動き出してきたというところでございますが、では改めてこの石川選手どういう選手なのかというところをしっかりとチェックしていきましょう。はい、では見ていきます。石川昂弥選手、プロ4年目の選手です。出身地は愛知県2000、1年6月22日生まれ、21歳、185cm、105kg、ポジションはサード、右投げ右打ちの選手です。2019年ドラフト1位指名の選手で、今季年俸1500万円、昨年は1100万円でございました。1年目は2軍で好成績を残し、1軍デビューも経験。2年目は6月後半に2軍阪神戦でデッドボールを受け、左尺骨骨折と診断を受け手術。全治3ヶ月となり、そのままシーズン終了。その後フェニックスリーグで実戦復帰。3年目の昨年はキャンプからアピールを続け、見事7番サードで開幕スタメンをつかみ取り活躍を見せましたが、5月27日のオリックス戦で左膝前十字靭帯不全損傷の大怪我を負い、そのままシーズン終了となったということでございます。はい、この石川選手ですね、まあ高校時代からですね、活躍を見せていたスラッガーでございまして、3球団競合の末、中日がね、抽選を当てたというところでございます。まあその期待通りですね、1年目から2軍で好成績を残していたというところで、まあ2年目3年目と期待されていたんですけれども、ちょっとね、まあどちらも途中で怪我をしてしまって、そのままシーズン終了となっているということで、まあ能力はあるんですけど、怪我に泣かされている選手っていうところではあるんですよね。で、成績もチェックしていきましょう。1年目ですね、ルーキーイヤーの2軍成績が58試合で2割7分8厘、57安打3ホーマー、OPS 0.754 という成績残しております。はい、やはりね、こう打点のウエスタンリーグ、なかなかね、こう1年目から高卒ルーキーが結果残すっていうのは難しいんですけど、まあそれでも200打席以上経ってですね、しっかりと成績を残しておりますし、 OPS も 0.75 というところでございますので、まあやはりね、かなり早い段階から強打者の片鱗っていうのは見せてくれておりました。まあ2年目はね、ちょっと怪我をしてしまったこともあって成績は下がっていたんですけど、昨年の3年目、1軍で多く使われておりまして、37試合2割2分5厘、129打数の29安打5ホーマー、19打点、OPS 0.675 という成績でございます。はい、まあ昨年の1軍成績、まあ打率こそ低いんですけれども、ホームラン数っていうのは、まあ少ない試合数でね、5ホーマー打っているというところでございます。まあペース的に言ってもね、まあ20本っていうところは優に超えてくるペースじゃないかなっていうところでもありますので、まあやはりね、こうバンテリンドーム、なかなかホームランが出ない球場ではあるんですけど、まあその中でもある程度やれているっていうところはありました。まあさらに守備力っていうところもですね、高いものを見せておりましたので、まあ昨年ね、中日、前半戦悪くなかったんですけれども、
その中でもね、まあ、石川選手もしっかり力に慣れていたというところがわかります。まあただちょっとね、前十字靭帯を損傷してしまったというところでございまして、和製大砲の長期離脱というところで、まあこっからねちょっとまあ中日の順位もぐんぐん下がっていったっていうところはやはりあるのかなっていうふうに思いますし、まあ、やっぱファンの熱もまあかなりトーンダウンねしてしまったっていうところはあるのかなっていうふうに思いますが、まあただその石川選手がついに実戦復帰というところでございますので、そちらを見ていきましょう。はい、では石川選手の復帰時期というところでチェックしていきましょう。まずはね、左膝の前十字靭帯不全損傷というところがですね、まあ正式に発表されていた怪我名でございます。まあ、不全損傷、すべての靭帯は損傷していない状態で、残った靭帯で、機能が保たれている可能性がある状態というところでございました。まあ、初めの検査の段階では、まあ、手術が必要なのかどうなのかまでは分かってなかったんで、まあ、ちょっとこう様子見ていろいろ決めようっていうところではあったんですけど、まあ、結局、前十字靭帯再建術を行ったというところでございました。保存療法ではなくね、手術をするというところでございました。まあ、まだこう若いっていうところもありますし、アスリートなので、基本的にはまあ手術だろうなっていうところではありましたし、まあやっぱ中途半端に保存療法でもう一回ね怪我してしまうっていうのが一番怖いかなっていうふうに思いますので、まあ時間かかるんですけどね、しっかり手術するっていう決断っていうのは、まあまあやっぱ正解かなというところではないでしょうか。で、手術後のリハビリ経過っていうところをチェックしていきましょう。22年の9月ですね、初のジョギングというところでございます。まあ手術したのがですね、大体7月くらいでございましたので、まあ大体2ヶ月ちょっとでね、歩けるようになったというところでございました。で、そこから2022年11月にティーバッティングが解禁ということで、まあ、いよいよこうバットを振れるようになってきたと。で、年が明けて23年の1月ですね、患部につけていた装具が外れてフリー打撃を解禁というところでございます。まあこう固定させるですね、装具をつけていたんですけど、まあまあそれがもういらなくなってですね、まあしっかりと思いっきりバットを振れるようになっていたと。で、23年2月キャンプに入ってですね、まあノックでの一塁送球を再開ということでございました。まあしっかりねノックを受けれるようになって、まあサードからファーストへの送球っていうところもできるようになったということで、まあバッティングだけではなく守備面でもね、しっかりと回復を見せていたと。で、そして23年の3月2軍戦で実戦復帰予定というところでございます。まあまあいよいよですかというところですよね。怪我をしてから10ヶ月手術してから8ヶ月ほどでですね、まあようやく復帰のめどが立ったということでございます。で、それが24日から26日の阪神3連戦ということで、まあウエスタンリーグのこの3連戦の中で復帰するというところですね。まあ24日の頭から行くかわからないんですけど、まあまあ3連戦のどっかでこう出番っていうのはあるのかなと。まあおそらくフルではなくね、途中出場とか、まあ先発で出て、まあ1回2回で下がるとか、そういう感じになるとは思うんですけど、まあ、ついに実戦復帰というところでございます。で、実戦復帰のめどは立ったんですけど、こっから一軍復帰はどうなるのかというところですね。そちらも見ていくんですけど、まあやはり一番いい例はこの人かなっていうふうに思います。西武の若林選手。左膝の前十字靭帯っていうところをですね、痛めておりまして、石川選手と同じ手術をしておりました。で、若林選手はですね、怪我をしたのが21年の5月30日というところでございまして、まあ、おととしの5月に怪我をしていたというところでございます。まあ、1年ね、違うんですけど、ほぼほぼね、タイミング的には似た時期に怪我をしていたというところでございます。で、そして2軍復帰日が2022年の3月29日というところでございまして、まあ、この辺もかなり近いですね。5月に怪我をして、3月の後半に2軍で復帰ということでございました。じゃあ、この若林選手がいつね、1軍復帰したかというと、22年の5月31日というところでございまして、まあ5月の最後の方にですね、1軍にようやく上がってきたというところでございます。まあなので石川選手もある程度慎重に行くのであればですね、まあ5月頃に1軍復帰になってくるのかなっていうところではありますよね。まあこう2軍にね、復帰したからといってですね、まあすぐ1軍でバリバリやれるわけでは当然ありません。いろいろこう状態を見ながら、少しずつ出力っていうのを上げていって、で、プラスアルファしっかり結果を残して1軍にっていうところかなっていうふうに思いますので、となれば、まあ若林選手と似たような感じで、まあ5月頃に上がってくれば、まあいいかなっていう感じではないでしょうか。まあ多少ね、こう前後はあるんでしょうけど、まあこのくらいかなっていうところでございますが。まあでもね、本当復帰のめどが立ったっていうところで、まあ今からね、その実戦復帰っていうのが非常に楽しみなんですけれども。はい。で、そして中日はですね、石川選手だけではありません。さらに石橋選手の復帰もですね、あるというところで、そちらの方もチェックしていきましょう。
はい、では見ていきましょう。石橋康太選手ですね。2022年11月8日に右肘と左膝のクリーニング手術を受けておりました。まあまあこうキャッチャーっていう立場でございまして、年齢的にもまだ若いですね。まあいわゆるこうプロスペクトの選手でございます。まあ昨年もねある程度一軍で、経験積んでというところでございまして、まあ今季はさらなる飛躍を期待されるんですけど、まあただオフに手術をしていたというところでございます。でまあ大体ね全治3から4ヶ月ほどというところでございまして、まあオフの間に手術して、まあしっかり開幕にというところではあるんですけど、まあこのね前地の報道通り24日から26日の阪神3連戦で石川選手と共に復帰予定というところでございます。まあまあ11月の8日にね手術を受けていたっていうところもあるので、まあ予定通り4ヶ月ちょっとで、まあ、実戦復帰というところになりました。でまあ中日の今の一軍キャッチャー見てもですね、木下選手、加藤選手、山浅選手、まあこの3選手がねオープン戦の出場がありまして、まあ昨年の一軍成績見ていっても木下選手が2割4分6厘6ホーマー OPS 0.630 ということで、まあ彼が正捕手ではあるんですけど、トレードでロッテから獲得した加藤選手は1割1分1厘 OPS 0.333 で、山浅選手は当然コースルーキーなので出場なしというところになっております。まあ下にね大野選手がいるとはいえですね、やはりこう2番手が現在薄い状態というところでございました。それがね石橋選手が戻ってくることによって改善されるんじゃないかなっていうふうに思います。まあやっぱね、こう山浅選手がいくらね、いいと言ってもですね、まあ高卒1年目ですし、基本的にはこう2軍でしっかりね、経験を積ましたい立場かなっていうふうには思いますし、まあ彼が戻ってくればですね、まあ1軍のキャッチャーっていうところも余裕が出てきますし、そういったね、育成にも力を注げるんじゃないかなっていうふうに思いますので、まあ石川選手もそうなんですけど、まあこの石橋選手が戻ってくるっていうところはですね、まあいろんな意味でチームにもプラスにはなるのかなっていうふうには思いますので、まあ本当良かったなというところでございますが、はい、というわけでまあ石川選手、石橋選手、2人ともですね、まあ順調な挑戦期待というところではないでしょうか。はい、では今日は以上ですね。最後ネットでの反応見て終わりましょう。はい、ではネットでの反応見ていきましょう。石川も石橋も若手のホープ、怪我からの回復が順調で何よりです。しかしリハビリから体調万全になってからでいいです。慌てないチャンスはあるということですね。はい、まあそうですね、こう2人ともね、まあまあ実戦復帰っていうところが見えてきたんですけど、まあ当然ね復帰試合は喜ばしいんですけど、まあ、本当に焦ってほしくないなっていうところはありますよね。まあ特に石川選手に関しては、まあ場所が場所なだけにですね、まあ、再発っていうところも非常に怖いですし、まあ前十字靭帯ですね、 ACL に関してはですね、まあ手術した箇所もそうなんですけど、その逆側のですね怪我もまあ多いっていうふうに聞きますので、まあ本当に慎重に慎重に行ってほしいなっていうところでございます。まあ中日側もね、この辺はかなり慎重になってくるんじゃないかなっていうふうには思いますので、まあこう繰り上げてね一軍で使うっていうのはあんまないんじゃないかなっていうふうには思います。まあ本当待ちに待ったね復帰っていうところはあるんですけれども、まあこうファンの方もね、まあ焦らずですね、まあ、万全な状態になって一軍にね上がってくる姿っていうところを待っていただきたいなというところでございますが、でこちら見ていきましょう。石川昂弥と高橋周平はどっちかしか使えないと思うから、ここは本当のサバイバルって感じたわということですね。はい、そうですね。で一方石川選手が戻ってくるとなればですね、まあやっぱサードっていうところにはなるのかな。まあこう膝のことを考えてファーストっていう手段もあるんですけど、まあまあでもビシエドがいるっていうことを考えれば、基本的にはまあ高橋周平とサードを争う形にはなってくるのかなっていうふうに思います。まあ高橋選手もね去年こう不調だったとはいえですね、まあずっとこうレギュラーを張っている選手でございますから、この辺でまあしっかり活躍っていうところを見せたいところではありますし、まあ石川選手もね、まあ、与えられる立場ではなくですね、まあ、取りに行く立場で今シーズンは挑まなければならないのかなっていうふうに思います。まあそういった中で注目のサード争い、まあ石川選手になるのか高橋選手になるのか、まあそれともね、まあルーキーの選手で即戦力で入ってきた福永選手もしっかりね、打撃で結果残しておりますし、まあそれ以外のね中堅も、ホットコーナーを守ったりしておりますので、石川選手が復帰するまでの間に、まあ、しっかりとアピールっていうのもね、求められてくるのかなっていうふうには思いますので、まあ最終的にシーズンが終わる頃にですね、誰がサードを守っているかっていうところもね、まあ本当注目かなというところでございますが、はい、では今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーのんけんセット、ありがとうございました。